テレビの話、もう30年前ですよ。まあ、って、だいたい初代、2代目、3代目、4代目、まあ、5代目はちょっとね、活動してたらもわかんないけどね。ああ、でも KGB は格闘家いますね。格闘家多いです。あと柔道家が多い。もうみんな喧嘩で柔道、本当にすごい。みんな何かしらのやっぱ、訓練を。訓練は得意や。積んでますからね。あのガキの時に。ああ、チームで無差別級全国8位でしたね、頭。はい。ヤジー哲夫、兄は。無敵ですよ、喧嘩したら。勝てる人間いないですよ。それじゃあトップ J も宇田川警備隊もうごめんなさいってね、頭が言っちゃいましたからね。パッて見てこんなでっかくて、こんなごつくて、タイマンなんか入れませんよね、マジで。足払いやばいです、足払いで一緒がこうやって、ぴょんってなった瞬間見たとき、なんなんだこの人はと思いましたよ。いや、本当に。で、KGB はいなかったもん、その体育館あるんですよ。体育館で練習してましたからね、毎週。全盛期126キロです。話した。100キロじゃありません。126キロが最大ですから、130キロありますね、大体。足払いの人が不等間で、ね、まあ、喧嘩したらまずい。レベルが違う。KGB やりながらも、柔道やってました。まあ、最近、旅から出てきてね。はい。最大体重126キロで言ってましたね。でかいです。本当に。今はね、100キロ行かないようにダイエットしてるって僕は千葉に行った時はね、言ってましたけど、頑張ってね、他競技をやってね、本当にいい方向に、気持ちが本当に純粋な人でね、人の話をね、耳をちゃんと傾けてくれて、本当一つ二つね、もうチーマー時代から誰よりもズバ抜けていた人ですね。すごいとしか言葉に出ない。